こんにちは。こんにちは。グラッドキューブ TV です。今回はネット広告事業部の三野が先生としてやんばる先生に訪問したいと思います。そうです。普段は私の方で発信というかいろいろと進めているところもあるんですけども、今日はセールスの三野がどうしても物申したいことがあるということなので、先生代われよということで。今日は何ですか？今日のテーマはこちらです。2020年上半期。コロナ禍での女の子のトレンドを知ろう、まあ、バイ・電通若門さん、メリーさんの調査ではあるんですけれども、マーケッターなるもの、流行を読まないといけない。そうですね。流行を読むためにまず6月も終わったので、上半期何がトレンドになっていたのか、はい、改めて復習というか、そうですね、したいっていうところですよね。そうですね。クイズで今日は出させてもらいます。わかりました。はい、回答できるか、まあ、やんばる先生のおじさんとちょっとね、若者ですから、女の子のトレンドですからね。そうですね。今回女の子にしたのもやっぱり流行を作ってるのは若い女の子で、うん、間違いないですね。そこから世の中に流行り出すので、そこを知ってマーケッターとして今後何をどういう風なマーケティング戦略をした方がいいか。そうですね。やっぱりいろいろと流行の最先端、タピオカでしたり、ああいうね、最先端みたいな女子高生だったり中高生だったりするので、はい、まあ、そこを追い立てないと、はい、まあ、今後何が流行っていくのかとか、街では何が売れているのっていう部分が全然ね疎くなってくるので、これはどうしてもっていうところですね。そうですね。行きましょう、はい、動画の目的はこちらです。はい、流行に敏感な女の子の流行りを知って今後のトレンドを見つけよう。ではクイズ3問出します。ちょっと僕行きますから、めちゃくちゃ不安ですよ。答えられますか？いやー、マーケッターだったら見てるはずなので情報を収集してないと。そうですね。では行きましょう。行きます。クイズ1番。ででん。巷で話題のこちらのドリンク、うん、皆さん見てますよね。インスタグラムとかで、 YouTube とかでも作ってるんで。おお、これねこれですよね。下が白いんで乳製品というか、まあ、ミルクというか牛乳かなとは思うんですよ。上の部分キャラメルかコーヒーかっていうところですかね。これがこれ多分チョコでしょ。チョコ。それはちょっとこれすいません、撮ってきた画像なんで、はい、上の何かわからないんですよ。チョコでしょ。チョコっぽいですね。いや、ちょっとこれね初めて見ました。これは正解はダルゴナコーヒー。韓国のカフェが出してたコーヒーで、牛乳の上にモコモコしたコーヒーをめっちゃ泡立てるんですね。すごいこうかき回せて、それを上に乗っけて飲むドリンクですね。ちなみに三野先生は飲みましたか？飲んでないんです。なんとここでまさかのただ作る動画とかは見ました。いやでもこれ映えますね。そうなんですよ。カフェオレ飲めばいいじゃんって思うんですけど作るのも相当かかるんですよ。 YouTuber の2時間とかマジですか？結構かかってて作って、ただインスタ映えのためだけに作りたいんですよ、ね。でもこれあれですよ、結局カフェオレを飲んでるような感覚ですか？味はそうみたいですね。ちょっと僕も早速この撮影の後まず YouTube 見てみます。そうですね。どれだけバズってんのか研究します。これだけじゃなくて、うん、最近はパン作りとか、うん、ちょっと凝ったクッキーだったりとか、ビーズのアクセサリーだったりとか、手作り系のものが若い女の子たちの間でも流行ってると。こういう風な手作り系のものが流行ってることをおうち時間改革っていうトレンドワードがあるらしいです、うん。コロナが流行って自粛期間が長くなって、家の時間を、まあ、より楽しく過ごそうとか、そういう発想から多分生まれたんでしょうね。そうですね。カフェが行きたいけど行けないから、うん、家でカフェ楽しんじゃおうみたいな。カフェ好きですか？あの、僕もめちゃめちゃカフェ好きなんですよ。コーヒーが好きで、スターバックスでもテイクアウトしか今やってなかったりするじゃないですか、うん。でも座って飲みたいなっていうのはあるじゃないですか、うん。でもできないんで家で自分の空間でまったりというか、せめてあの手がかかるかもしれないんですけど、はい、美味しく飲みたいっていうのはやっぱり気持ちとしてありますよ。そうですね、うん。疲れてるからちょっといい時間過ごしたいですね。ですね、わかります。僕も夜いつもカフェオレ飲んでます。そうなんです、はい。ここだけの情報です。いや、まあ、先生のプチ情報でした。はい、クイズ2問目。ででん。これはわかるかもしれないですよ。丸々ルーティン。これはわかります。あの、はい、モーニングルーティンでしょ。そうですね。これは正解です。ちょっと簡単でした。モーニングルーティン、ナイトルーティンですね。あ、柴崎コのモーニングルーティン。YouTube の検索結果ですけど、うん、まあ、ここ最近皆さんも気づいてると思いますけど、芸能人が YouTube に参入してると思います。まあ、一般の人もモーニングルーティーンとかナイトルーティーンとかアップしてますし、芸能人がやると身近に感じる。ああ、そういう効果ですか。です、ね、なるほど、確かにそれありますね。でなおかつなんか主婦とか一般の OL の人のモーニングルーティーンとか見ちゃうんですよね。見ます。いや、あのそれが言葉知
ってたんですけど、見たことはなくて、これ気になったんですけど、はい、Google トレンドでどのくらい伸びてるのかと見てみましょう。はい、こちらが Google トレンドでですね、モーニングルーティン調べてみました。過去3年です。3月4月ぐらいがポッピーっていうか、みんななんかやり始めたんですね。まあこれが YouTube 検索内の3年間のデータですけれども、やっぱりトレンドとして来てるんだなっていうのがこれからも分かります。この言葉に関しては若い子だけじゃなくて大人も流行ってますね。ルーティンっていうかもう自分の中でリズムが作れるかから派生して、やっぱりモーニングルーティンとかなんたらルーティンっていうのが生まれたのかなと思いました、というデータです。では最後のクイズになります。はい、ポテチ映え、これは何でしょう。まあ、ポテチっていうんですか、ポテトチップス。はい、まあ、それはそうですね、だと思うんですよ。それに入るっていうのがちょっとわからないですね。ちょっとイメージでいいですか。はい、お家の中なんで自分で手作りでポテトチップスをあげる、で作れたよって感じのインスタグラムの写真の投稿で、まあ、入るように見せてるのかなと思います、はい、あインスタ映えとか。これインスタでしょやっぱり。そうですね。では答えはこちらです。これなんですか。これはその周りの銀色のものが見えると思うんですけど、はい、ポテトチップスの袋なんですよね、うん、ポテトチップス食べた後にここ綺麗に拭こうってありますけど、うん、全部洗って、あ、なるほど、そこを覗いて写真を撮るっていう、うん、上を開けて下も開けて中を綺麗にして、そうですね、カメラを逆から、はい、へっていうのが流行ってる。なるほど。撮影スタジオとか撮ったみたいな雰囲気しますね。おしゃれというか。なるほど。ああ、なんとなくこういうの分かります、分かります。パッと見これを見てもどうやって撮ってるのか分からんかったですけど、今の説明聞いて、なるほど、確かにこれやったらスタジオとかお金がかかるような施設じゃなくて撮れないような写真がこの袋、はい、逆から撮ると、まあ、こういう風に撮るっていうのは初めて知りました。若い女の子たちみんな中で人気なんですね、はいはい、とかアイドルとかも写真撮ってたりとかしてて、これでクイズは終わるんですけれども、はい、インスタの人気は引き続き続いていて、お金をかけずにお家でいかに楽しめるかっていうのをすごい工夫してるなというふうに思うんですけど、家の中でどうやって楽しく過ごせるかっていうところで考えに考えてとか、まあ、こういう流行り方があるんでしょう。ちなみにですが、ベランピングって言葉知ってますか。もちろん知ってます。ではベランピングとは何かちょっと簡単に説明させてもらいます。お願いします、はい、こちらですね。めちゃくちゃおしゃれおしゃれとベランダと、まあ、キャンプのちょっと豪華なグランピングを掛け合わせた言葉がベランピングっていうんですけど、ちょっと贅沢なキャンプ気分をベランダでしちゃおう。楽しいでしょうね最高ですねマンションとかアパートでもベランダのスペースがあれば全然こういう楽しみ方もできるので、うん、気分晴れますよね。ねえ、ずっと家にいるよりも少しでも外の空気取り入れて、うん、ピクニックというかキャンプ、うん、まあ、外におるような感じを演出できるので、これは流行りますよね。うん、じゃあ Google トレンドでベランピングの YouTube 検索数調べてみました。仮に伸びてますね。ゴールデンウィーク後ぐらいですね、うん、今も上り上司というような、うん、ではこの内容を踏まえ下半期どうなるでしょう。やっぱりいきなり人が外とか海外になかなか行きにくいような状況ってしばらく続くと思うので、はい、お家の中で過ごす時間上半期同様に続く傾向にあるんだろうなと思うので、やっぱり下半期もお家をキーワードにポテチ映えでしたりダルゴナコーヒーのように家で楽しく飲み物でしたり食べ物をするっていう時間が増えていくと思うので、おうち時間革命っていうキーワードがあるように家をテーマ下半期のトレンドは出てくるんじゃないかなと思います。なので皆さんも下半期もおうちをポイントにデジタルマーケティング活動をぜひ進めていってください。そうですね、まあ、おうちでスマートフォンとか、まあ、テレビ、うん、今 YouTube でテレビ見る時間増えているっていうデータも出ているので、はい、こういうことをイメージしていただきながら広告動画のクリエイティブ設計でしたり、まあ、バナーの設計でしたり、まあ、そういった部分やっぱり考えていかないとなかなかトレンドに流されてしまうというか追いつかないと思うので、こういうまず人間の行動が変わってきているんだ、はい、人のトレンドも変わっているんだというところを抑えながらいろいろと広告配信戦略を考える必要がありますね。はい、ということで今日はヤンバル先生に若い子のトレンドを知ってもらいました。はい、はい、ちょっとこれで一つまた覚えましたよ。はいまた下半期もテストクイズをしたいと思いますので、はい、次の動画を楽しみにしてください。お待ちください。はい、では今回の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録と高評価、こういう風な動画をしてほしいという風なものありましたらぜひコメント欄に記入してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。